はい、皆さん、いつもお世話になってます。池間哲郎でございます。年齢66歳。現役カメラマン、まだまだ続けております。じゃあ今日はどんな話をするかというと、国連の話をしたいんです。The United Nations。英語で言うと。実は日本人は国連を知ることが大事だと思う。戦後教育の中であまりにも美化されちゃったんです。皆さん国連というとどんなイメージ持ってますかほとんどの方がもう国連というともう偉大なる存在。高貴なる存在。 平和を守るための世界的な団体だと思ってるんですね。私たち日本人は改めて国連を見つめることです。あの美しいイメージはそこに置いとって現実の国連を見るんです。すると世界情勢が分かってくるんです。国際連合なんて組織は世界中どこ探してもないです。ありません。なんでこんな国際連合なんて言うようになったんでしょうかね。The United Nations と言います。つまり戦争に勝った国々の集まり。 戦勝国です。日本をやっつけてドイツを追っ払って、その国々が集まったのが、The United Nations。なんで国際連合なんて訳したんですかねおかしいでしょうってのはわかると思いますよ。誰が名前つけたと思いますそんな変な訳をしたか。これ外務省の方がやったみたいです。United Nations の始まりは、1941年12月8日、日本が真珠湾攻撃を始めました。 いわゆる大東亜戦争の開始です。そしてそれから1ヶ月も経たないうちに、1942年1月1日元旦のこと、アメリカのルーズベルト大統領が日本、ドイツ、イタリア、そういう国々と戦ってる諸国を集めて、我々の同盟をユナイテッド・ネイションズと呼ぼうと、そこで決まってるわけです。 だから勝った国々の集まりですよと言ってのはところが何か知らんけどね。いろんな国々が平和のために、もう第二次世界大戦なんか関係ありません。いろんな国が平和のために集まった組織。そう思っちゃってるわけです。いや、そう思わされてきたと言った方がいいかもしれん。そうじゃありません。最初21カ国ぐらいから始まってるんです。その参加資格が日本に宣戦布告すること。ドイツに宣戦布告することなんです。 全く日本とは関係ない国々も宣戦布告してきたわけです。南米あたり、チリとかアルゼンチン、あの辺です。エクアドルもそうですね。それから、アラブ、中東の世界もどん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 日本に宣戦布告をしてきたわけです。エジプト、トルコ、サウジアラビア。まあ、51か国にも膨れ上がって、そしてユナイテッド・ネーションズができたわけです。 日本へ宣戦布告することが条件。ドイツへの宣戦布告。その辺が条件だったんです。イタリアはもう最後裏切りますからね。そして逆に日本に宣戦布告するわけです。イタリアは。もうこれは論外だから置いときますね。いやいや、だから日本へ宣戦布告した皆さんが集まった組織なんです。もっともっと突き詰めていくと、始まって時期4人の警察官なんて言葉もあったようです。 4人の警察官、誰のことを言ってるかというと、アメリカのルーズベルト、イギリスのチャーチル、そして国民党、その蒋介石、そしてソ連のスターリン、この余命が警察官となって世界を仕切っていこうという感じの組織のようです。で、その後、イギリス様がフランスを連れてきて、この人も仲間に入れてくれて、で、5カ国はじゃあ仕切っていこうかって決まっていくわけですね。いやフランス得したんじゃないですか。 もう国家も消え去るぐらいの状態になってますから、ドイツにやられてしまって、それでもイギリスのチャーチルがフランスも入れてくれよみたいになっちゃって、そして5人の警察官になっていこう。4名から5人になったわけですよくよく見ると、ユナイテッドネーションズ、いわゆる日本でいうと国際連合はおかしいですよ。いやいや、とんでもない条項があるんです。安全保障常任理事国という5大国一致の原則があるんです。5つの大国が、 一致するという原則があるんです。五カ国の拒否権があるんです。アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国。この五カ国のうち一カ国でも、いや、ダメだというと全部ダメなんです。拒否権というのがあるんです。これって変ですよね。だから何事も五大国の言うままになっちゃうけどね。素晴らしい案件、素晴らしいことでも、みんなが賛成してる。じゃあ、チャイナだけが反対、もうダメ。 ロシアだけが反対。もうダメ。アメリカ、フランス、イギリス、もちろんです。これってなんだか、平等だと思います。変ですよね。これが戦後ずっと続いてます。5カ国の常任理事国、プラス、まあ、いろいろ選ばれた10カ国、非常任理事国、そこによく日本も入ってますけども、この合計15カ国でいろんなことを決めていくわけですね。もう最高の意思決定期間。 安保理なんてよく聞きますでしょ、安全保障理事会です、すでもこれね、飾りみたいな感じですね、私から見ると、最後はだから5カ国の誰かがノーと言ったら、全部消えるわけですから、意味ないですよ、総会なんてのもあるんです、196カ国の人々、国家が一票一票を持って、そしてみんなで話し合って、これは良くない、これはやっていこうぜ、これは平和にとって大事だから、みんなでやっていこうよ。 そういうこと決めていくけども、これが普通は最高機関ですよね。みんなで投票して決める。ところが。 全く法的な拘束力がないみたいですね。まあ常任理事国の言いたい放題だと思った方がいいかもしれませんね。五大国の拒否権のその問題も大きいんだけどももっと私たち日本にとっては大変なことがあるんです。敵国条項なんてが残っての第53条、それから77条、107条、その中身の説明まですると時間がいくらあっても足りない。だから敵国ですよという条項があることだけ覚えとってください。 これ、基本的に分かりやすく言うと、この国はなんか武器を準備してるぞ。もしかしたら核兵器の開発やってるかもしれない。不穏な動きがあるじゃない。その時はみんなで相談して、どうこれ止めようぜ、みんなで。あるいは言うこと聞かなければもう潰してしまおう。しょうがないじゃない。もし軍事作戦なんか取るときはみんなで決めてからやっていくという原則があるんです。ところが、敵国条項はどういうことかというと、日本、ドイツ、 もうこの二つの国が中心、敵だから、この二つの国だけは特に、ちょっとおかしいな、と思っただけですぐに攻撃していいということなんです。日本、ドイツなんかが、もう敵国条項をなくしてくださいよ、お願いしますからやってますけど、まあまあ無理ですね。だって、出来上がった基本的な考え方なんですよ。敵国、日本とドイツが中心です。 これをやっつけた戦争国の皆さんが集まろう。宣戦線復刻した皆さんが集まろうという組織が基本。その考え方が中心なんです。だから私はずっとなくならないと思います。どうかなくしてください。なんとかむにゃぐ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 にゃ,ぐにゃ,ぐにゃ,ぐにゃとかわしていくでしょう。そして、ちゃんとなくしてもいいよとなったとしても、常任理事国のどっかがノーというに違いない。私はそう思ってる。 皆さんも海外に出かけるときは戦争記念館とかそういうものを見た方がいいかもしれない。ショックを受けるかもしれないけども我慢して聞いてくださいね。ヒトラー、東条秀樹、むっそりに同格なんです。で、イメージ的に愛と平和正義で動いてると思いますでしょ。ところがこれとんでもない大間違いです。違います。 プロパガンダの場所だと思ったらいい。自分の国の利益になることをどんどん訴えていくわけですそしてこれが今ちょっと日本を苦しめ始めてますね。この10年ちょっとぐらいずっと中国が中心となって動いてきたんです。国連は。で、日本を抜いて中国が2番目にお金を出す国家になった。日本もずっといっぱいお金を払ってきたけども日本は まあ、つつましいというかね、お人よし国家だから、お金は出すから、ここは言うこと聞いてくれ、こんなこと一切やらなかったんで。ところが、チャイナは違う。したたかなんです。お金も出しましょう。その代わり、中国人たちを優遇しなさいみたいな感じがある。中国の言うこと聞きなさいみたいな感じもある。だから、あらゆる機関、国連関係のいろんな機関のトップ、中国人多いですよ。いや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 、まあ、びっくりです。 とにかく国連機関から日本に対してわけのわからない横やりがどんどん入ってきますでしょ。あれ、チャイナが強くなったからで。で、WHO 問題、テドロスさんがあまりにも中国に忖度というか気を使いすぎると中国の言うことばっかり聞いたらおかしいじゃないかと今揉めてますでしょ。あんなコロナウイルスで大変な状況になったのは、 国連機関の WHO の責任も非常に大きいです。今、日本人にとって大事なことは、このユナイテッドネーションズ日本でいう国際連合をしっかりと目をカーッと見開いて見つめることです。正義と平等の団体違います。好奇なる団体違います。ちゃんと見ることが大事です。そして日本人もしたたかになること。 もういいままになってはダメです。お金だけどんどん出しまくってるんです。皆さんの税金です。そして日本を癒しめるんです。これがユナイテッドネーションズ国際連合。そんなこと言うのは日本だけです。今日は国際連合のお話をさせていただきました。ユナイテッドネーションズ 戦勝国、その集まりです。これが基本です。今日は以上で終わります。皆さんどうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。終わります。